ナマステナマステイゴリー、どうも、なんちゃんです。ゆちです。はい、ということで今回の企画はこちら、ドゥドゥン。これを使います。こちらヒマラヤから出しているパーティースマートという二日酔い止めの薬です。今回はですね、この薬を使ったちょっと企画をしていきたいなと思うんですが、これ二日酔いの薬なんで、まあ要するにお酒をいくら飲んでも二日酔いになりませんよっていうことなんですよ。話は早い。理論上はね、インド版ウコンの力だよね。そう、いや、ウコンの力よりも強いと俺は信じてる。だから今回はこれをお酒を飲む前と飲んだ後1錠ずつ飲んで、明日二日酔いになるかっていうのをちょっと検証したいなと思ってます。ということで今回の企画は、パーティースマート飲んだらいくらお酒飲んでも絶対に二日酔いにならない説よっ。じゃあロゴが、まあお酒を飲まないといけないということで、はい、今回はこちらのお酒を準備しました。お願いします。はい、黒霧島、焼酎、白ワイン、赤ワイン、ウイスキー、ジン、ビール。今日これを飲みます。行きましょうか。こんだけあればね、大丈夫だよ。俺たちには、俺たちにはこれがついてる、これ使えるから。俺はね、絶対にこれを飲めば、たとえこれを全て飲んだとしても二日酔いにならないと思ってる。なるほど。それぐらいこの薬を信用してるし、期待をしている。僕はこいつに負けたくないんだよ。なるほど。こいつに負けないぐらい今日はお酒を飲んで、もう絶対に二日酔いになってやろうと。なるほど。いうぐらいの意気込みで今日は飲んでいきたいなと思ってます。早速じゃあ飲んでいきましょうか。そうですね。チョロ。はい、ということで早速こちらパーティースマート飲んでいきましょう。まだ一滴もお酒飲んでないです、私たち。シラフです。はい、パーティースマート皆さん見たことありますか？これ結構ね、でかいんだよね。そう、人形っぽいなんかカプセルだよね。ギョギョしい感じですごい青いし、でかいし。ちなみに1箱300ルピーか、25粒入りで。これをお酒を飲む前に1錠ずつ君たちにお渡ししよう。あ、そうだ、忘れてた。今日一緒に飲むにっちゃんです。にっちゃんです。はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、ちょっと今日はね、気合い入れるためにね。おお、にっちゃんの武士道が見える。すげえ、ストイックに行こうって感じで。さすがすぎるな。やらせていただきますのでね、いかにしてこう二日酔いになるかというね。ならないから、それを言っちゃおしまいよ。じゃあ飲んでいきましょうか。薬飲むの苦手な人もあれだね。これ結構でかい、ね、でかいから、この辺にまだ残ってる。じゃあもう飲んだから飲んでいいよね。乾杯。最初の記念すべき機会のもちろんビールということで、キングフィッシャーですよ、はい、キングフィッシャー。インドのお酒といえばキングフィッシャーですね、はい、バリバリに言ってくださいよ。もうそんなことでいいんですかとかって言わないでね。え、そんなことでいいんですか？え、はい、や、じゃあ二日酔いに負けないぞ。乾杯。冷えてるね。あー、これ美味しいですね。喉越しがすんごいいいですね。あー、最高。あと100本ぐらい飲めそうだね。どんどん行きましょう。今日はおつまみはグッチが全部作ってくれて、はい、じゃじゃん。これ何？これは、エリンギの炒め物と、これはピーマンとツナの和え物ですね。で、ちょっと今ポークシチューを作ってるのと、あと締めにナポリタンを作ろうかな。おいう感じで、まあ、まともに作れるのかっていうところもね。ナポリタンちょっと怪しい。ナポリタン怪しいですよ。後半僕顔真っ赤なのかもしれないです。俺も顔真っ赤なのなってますね、結構。さあ、皆さんメインがきますよ。ポークシチューでーす。あー、すごい入りますよ。やっと1回目終了です、僕は。早っ。お前ら早いな。やっと赤ワインは次の日来るよ。赤ワインは次の日来るぜ。大丈夫だよ、だって俺らにパーティースマートパーティースマートだから。ワインでいい。ワインで。俺もう今日吐くと思う、絶対。じゃあルネッサンス。ちょっ
ちゃんぽんって一番お使いやすいやつ。もうね、二日酔いさせに行ってるからね、それはちゃんぽんもしないと。ああ、はい。で、さすがに持ち方。それこそルネッサンス持ちやる。だから、オープニング撮ってから何分くらい ?30 分くらい。30分くらいですね、今ね。まだ30分しかない。まだ30分。乾杯して30分くらいですね、まだ。これ3杯目です。いっちゃうと2杯目 ?2 杯目です。ワインね。ワインね。顔赤すぎだよ、お前。いやいやいや。遊びまで赤なってる。ちなみに僕は何杯目か知りません。これもね、多分ね、4杯目か5杯目くらいで倍はいってるかも。グッチ強すぎ。やばいけど、この後次、ウイスキー待ってるんで。ウイスキー行く。もう酒無限にあるからね、今日ね。ウイスキーか。これ以外にも、ちょっと冷凍庫にジン冷やしてるから。あー、ジントニック、あーけどな、ジントニック逃げだな。ジントニック逃げだね。ジントニックやめよ。まだ30分なんで、実は。30分で本当にマジで赤すぎだから。すぐ出るんだね、本当に、顔にね。はい、もう出てきた方がいいよ絶対。まあまあ一旦出てきて、まあちょっと僕がね起こす起こす、あと1時間ぐらい経ったら、今11時20分だけど、あと1時間ぐらい経ったら起こしてあげる。まだ11時20分なんで一回リセットしよう。まだね、僕ら長いよ、ここから。ここから俺まだ全然いけるもん。今一回リセットしてからのね、はい、ちょっとこれの続きを飲もうかなと思います。はい、無理しないで。そうですね、武士道も武の字もないけど、ちょっと形から入るぐらいの人だったということで。形からね。そうですね、中身伴ってなかった。まあ一回休憩しよう。頭使っちゃった。え、脂肪。まあ一番の悪魔はこいつだったから。いっちゃんだから一回寝て、また1時間後ぐらいに起こすよ。お疲れした。お疲れした。お疲れした。ありがとう。今日はありがとう。明日は二日酔いにならないことを願う。そう、僕ね、この前この動画を上げたんですよ。結構こだわって作ったんですよね、最初は。この前撮ったやつね。まあ割と好評で見ていただいてると思いますよ。まあ好評っていうかあれだよね、情報提供だから、うん、まあ動画がいいっていうよりかはその情報源がいいっていう感じだよね。うん、でいや、俺が言いたいのはこの最初の5秒間、このなんか俺たちってニュースキャスターになれるんだなっていうのを知った。みっちゃんこれについてどう思う？どういう反応？思ったよりニュースキャスターだった。反応しました今。ねえ、あんちゃん急に来ましたね。急に来ましたね。飲み始めて何時ぐらいですか今？今開始が9時ぐらいですね。だったからね。まあ3時間ぐらいですね。はい。しました。武士道さっき寝そうだったけど元気だ。もうね、ボンベイサファイアでまた息を吹き返した。ボンベイサファイアなくなってる。しかもね、ただ眠いとかじゃない、なんか辛そうですよ。だって、今日強いじゃん。パーティースパート飲んでる。そうなんですよね。もうなんと言うのクソが言うと、パーティースパート今が強いんじゃなくて、明日の朝が強いからね。今が強いわけじゃないよ。だから、いくら飲んでも明日は強いじゃん。明日は強い。まあ、明日は強いよ。それはそうだよ。だから、今日、いくら気持ち悪くても明日強い。いや、そうですよ。でも今はきついんだね。今はきついよ。決してお酒強くないっすからね、私は。いや、もうなんかさ、この光景がやばくない？ MacBook をこうやってる。やばい。はい、ということで、今時間が12時40分ですね。はい、3時間半ぐらいですか。そうですね。だった感じで。僕は全然いいんですけど、ね、武士道は死んでる。武士道は死にましたね。で、なんちゃんトイレ。で、僕は。パーティースマート関係ない気がしてきたね。関係ないね。だって、明日がどうなる。そうね。今のところはもう、グッチさんの肝臓が強いっていう話ですね。そうね。でも今、飲むか飲まれるかみたいな世界ですから、もう飲まれてますしね、これ。そうね。武士道はもう見事に死んだ。今日武士道のために頑張りますけど、オープニングどこ行ったんやん。僕ここ寝室なんですけど。え、なんちゃん、なんちゃんどうした？頭痛い。いや、始まっちゃってる。二日酔いじゃなくてもう初日酔いやん。始まっちゃってる。初日酔いやんもう。乾杯。くー、あと100本ぐらい飲めそうだ。俺まだ全然いけるもん今。俺まだ全然いけるもん今。パーティースマート出る前に飲まないといけないのかな。
スマートちょうだい。おいすましよ。スマートちょうだい。スマートちょうだい。俺にスマートちょうだい。辛い。辛いの？うん。頭痛いマジで。いや、使いようになってないよ。まだ初日よ。お水いる？うん、大丈夫。お水は飲まない。いやけどスマート一つ。そうだね、けどいい。そうだね、飲む。そうだでいいんじゃない？別に。もう、サワジーの。水がいいな、俺ソーダは今飲めない。水ください。お願いします。なんちゃん、お水あるよ。これどこやね。でもね、ここまで飲んだからがゆえに、この二日酔いしないかどうかの検証はできる、これで。俺置いて帰るわ。脱ぐな脱ぐな脱ぐな、やめろ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 、脱ぐな。どうも、おはようございます、グッチです。今時刻は11時半ぐらいです。まあ、わりかし、昨日パーティースマートのおかげがこんなに不快もなくという感じですね。ちょっと他の二人を見てみましょう。じゃあ、おはようございます。ちょっとね、まあ、昨日の夜12時以降ぐらいの記憶がちょっと忘れてるんですけれども、気がついたらこうして服を着替えて、まあ、しっかりベッドに寝ていたということで、まあ、結構ね、快適な、快適な夜を過ごしてもらったんですけど、二日酔いはどうですか？二日酔いはね、今ね、結構ないですね。あ、本当。あ、じゃあパーティーショットのせいかあったんですか？そうですね、もうね、これなかったら多分今頃多分ね、普通でもう、そうなってみたいな、まあ、完全には復活でしたね。はい、そうですか。はい、そうです。はい、じゃあ、昨日結構いっぱい出た、なんちゃのなんちゃん、朝だよ。なんちゃん、なんちゃん、朝だよ。朝よ。ありがとうございます。今もう11時半、10時半ですけど、昨日の記憶はございますか？まあ今回ね、検証動画ということですけど、体調悪い。頭痛い。はい、ということでね、パーティースマート結果、個人差あるチャンネル登録、いいね、SNS のフォローよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。また次の動画で会いましょう。バイバイ。おやすみなさい。具合悪い。今日は見てくれてありがとうございます。この動画がいいねと思ったらチャンネル登録、いいねとコメント、 SNS のフォローよろしくお願いします。